9月30日月末です。もうやっとの思いで車完成してセッティングなんとか取れました。今最後の方でドリフトまでしてみました。いやー長かった。まだねちょっとねさすがにこの日光サーキットの速度域では全部のマップを網羅することができないのでやっぱダイナパックが必要かなとは思いますけども、走ることはもう完璧にできるようになったんで、オーナーも喜んでるし、もうドライバーなんかほんとバカじゃねえのかっていうぐらいクラッチをねほんとベッベッベッ多分おかしいのかお前、ああいう運転する人嫌い俺だってそういう風にしてないだろ。全然してないですね。スムーズだろ。スムーズにもスムーズだけど外から見るとそんなに優しくはねえぞ。そうですね、確かにそうですね。あんな、なんでお前ドカッドカッドカッベッベッベッ、なんでそんなことすんの。すごいサイド引いてサイドでバンってやってバンブーで終わりじゃん。本当にそうです。ドカッドカッそこもドカッドカッドカッあれも性格だよね。あそこにいるあれあれもう本当なんだ、なんていうの、野良犬、野良犬、その辺にいる野良犬みたいなもんだよね俺の運転はどっちかっていうとあのお上品な飼い猫、飼い猫とか。なるほど、そうですね、気ままな飼い猫、飼い猫、野良犬だよあれも。野犬ってやつだね危ない野犬、その辺のなんかいるよ。どうしてああいう運転するんだろう、わかんない。中村直樹もああなのかな。あれじゃだってトリプルクラッチついてるからさ、クランクがねじ切れちゃうよ。もう多分ねエンジンブロスだってしゅうちゃんあんな運転しないもん。あ、しないですか。オーナーも勇気もああいう運転しないもん。あいつだけだもん。あ、一人いた、一人いた、いたいた、今日ヤマトの教官やってましたねあれもなんかもう本当になんかもうなんでそこクラッチ使うんだっていう乗り方する。なるほど。車の運転っていうのは基本的に、はい、女性を扱いの扱いと同じだから。ああでもよく言いますよね。そう、優しく運転する人は女にも優しい。うーん、俺なんかもう優しさの典型でしょ。そうですよね。田村とかあのバカとか女も壊れちゃうよ壊れちゃうから自分本位なんだよねあれね。ああ、なるほど。あれはモテないなということで、オープニングはやんなかったけどもういっぱいいっぱいで動画待つ時間がなかったという。いや、リンクってものすごい、リンクのコンピューターってこれで2回目なんだけど、簡単にできるんだけどまだ使い方がよく把握してないというか。なんで俺のパソコンあれ熱でパンクしちゃうの。まあ多分ほぼ全てのパソコン今日の気温だとここ持っててさ、はい、手が熱くて触れないぐらい熱くなっちゃうの。ああ、はい、熱かったですねあれは。で、あんまり熱くなると急に電源がポンと落ちちゃう。追加ファンつけないとダメですね。あと言ってなんかもうパソコン買ったりするの、もう YouTube やってるからってさ、カメラも買えねえしパソコンも買えねえしもないんだよね。これで毎回10万人ぐらい見てくれたらね。そうですね、カメラも買えるしパソコンも買えるし。パソコンも買えますね。もう今なんかお前あれだよ、お前パソコンどこの詐欺じゃねえよ。肉まんだって買いやしねえよせいぜいあれだよ、セブンイレブンのカレーパンぐらいなもんだわ。ということで行ってみるぞ。岡村さんの真剣な眼差しです。僕のチャンネルで喋ってもらってる時とは違うチューナーの顔をしております。こういう時の顔が本当にかっこいいな。
頑張ってます、この暑い中。溶けちゃうよ今日は。入ってって、はい、なんかこうダウンするときとかも全然なんかそうですね、そんななんか違和感もないですよ、そうだね、ついてないか。ついてます。はい、ついてます。どんだけついてる。どんだけ。なんだ、どっから何度なんですかね、あれ。危ない危ない危ない。
あ、すみません、ワード目。はい。すみません。こんだけついてんだよ。そうですね、そうですね。死にそうなんだ、どんな。またパソコンが壊れたわ。コンピューターブロー。ここ触ってみろ、ここ熱いから。いやー、これはダメだ。ずっと持ってんだぞ、これ熱いの。これはちょっと、熱い。お願いしましょう。クラッチとかも壊れちゃうよ。今だって432と2で落としてバーッと目ぶってんだよ今。さっきは3で行って失敗して届かなくて、はい、もうなんかクラッチトリプルなのにガッガンガッ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 。なんであんな乱暴なのあいつ。こいつの蹴り方。最後の外から見ててどう？最後。なんかあれしゅうちゃんの方がうまかったような気がするんだけど。しゅうちゃんとか俺の方が全然綺麗に走る。なんで多分ギア落とさないから。ギア一足落とせば別に蹴る必要性ないところをそのままキープで蹴って入るんですよ。でもそうでもないんであそこ2に入れたりとかする、はいはい、最後に、はい、あそこで2で2台スタートしてもう名前な2で、ね、234、はい、もう2 で、 そうです、ね、あそこ最終コーナーケツ流さないでちょっとアンダーっぽく3入れて4入れてゲッ蹴ってこっち蹴って、はい、でもう1回蹴って、はい、でもう3、2とかなんで3のままいかねえんだよ。そのままいけるだろ3で。で4コーナーのところで2に落としゃいいじゃねえかよ。お前3じゃなかった。違うよお前4で行ってバッて行ったら3に落としてでもう2コーナーのところでまた2に落とす。ババババババまだこれバージンだよ。バージンまだこれ14歳だからなお前いきなりもう膜が打ち切れたよ。血だらけですね。どうしてあいつあんな乱暴なの。いや
メーターなんか見てないっすって。いや、多分社長のあの写真を見てると思いました。見てない見てない、全然見てない。ちょっとね、だって俺が隣に乗ってたあの走りしてんだろ。まあ、これもう一人にしたらもう抑制効かないやろ。虚勢しよう、虚勢虚勢した方がいいや、こいつダメだもん。いや、でもここここえ、カッパ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 最後これもっともっと上げるんですか。ほらもうちょっと上げるけど、いやだよ、しゅんちゃんなら上げたよ。とにかく車っちがね、もう好きだからさ、ただでさえガクガク言ってるでしょ。割れちゃうじゃねえか、しゅんちゃんって全然気にしないもんね。うーんじゃねえよ、何がうーんだよ、てめえこの野郎。俺は作った人だからなんかもうかわいそうで、あいてててあいててて、タイヤが食いすぎなんですよ。ちょっとまだ言うけど、俺ですか、まあ、2周だけど、2周まで。いやこの車の不調を悩んでたんですけど、分かりました原因が。ちょっと片っぽ持って回して、こっち回します。はい、回しますよ。デフが壊れてます。デフが全然効いてないんで、フェイントかけても荷重移動ができてないんですね。だからサイドが全く効かないという、そういう結論です。あー、デフが壊れたか。スイッチ切っていいよ。もったいないけど今日は無理だこれ。だから蹴ってもダメなんだ。蹴ってもなんか前行っちゃう。まあ、ということで原因が分かったんで、ほっとしてます。We're in this together. We both fall down. Doesn't matter if the sun goes up.